どんな野菜でも穴を開けて楽器にしてしまう畑昇さんの笛吹きパフォーマンスです。大根というのはこういう素晴らしい音がしますからね。はい、あ、それからですね、この葉っぱなんですね。これがね、本当は栄養が一番あるんですよ。それでは大根はこんな音ですね。次、あ、なんといってもこのね、さつまいもでございますね。ただこれは欠点がある。これで音楽やるとどうしてもこのへちょうちょうが多いのに、なんとかしらへちょうちょうなんですが、せっかくですからね、ちょっと童謡吹いてみます。こんな、どうですか。今吹いた曲は夕焼け、胸焼けの曲です。